ヌイクス社のグローバルトレーニングのヘッドを務めておりますロブ・アトウです。私は12年間デジタルフォレンジック業界でトレーニングをしてまいりました。ここヌイクスではこの業界でベストだと考えられる方法でトレーニングを構築されています。調査員といってもフォレンジックだけに関わっている方もいらっしゃれば、 e-discovery に関わっている方もいらっしゃいます。またはサイバーセキュリティもしくはコンプライアンス違反に関わっている方もいらっしゃるでしょう。そのため我々はそれぞれの分野に特化したトレーニングを準備してまいりました。実際私のトレーニングチームにもそれぞれの分野における社内外の専門家がおります。例えば e-discovery のトレーニングにおいては何人もの内部の専門家および外部のパートナーで作られております。一般的にソフトウェアのユーザーは過去に使用してきたどのソフトウェアにおいてもそのソフトウェアに実際に行えることの 10% もの機能しか知らないものです。また多くの機能はユーザーにとって不必要なものだったりします。我々がトレーニングで行いたいのは全ての機能を見せることです。あなたがソフトウェアに投資したことに対して我々は必要な機能をどのように活用するかをお見せしたいのです。あなたが全ての機能を習得した暁には我々はあなたを資格保有者として認定し、それによってあなたは自分の会社の経営陣、陪審員、裁判官らにあなたが調査においてこのソフトウェアのプロフェッショナルとして活躍できることが伝えられます。我々は3種類のトレーニングを準備しております。1つ目は従来から行ってきましたトレーニングルームで行われるライブ形式でのトレーニングです。2つ目のリモートコーストレーニングではあなたに教室に来ていただく必要がなく、ウェブブラウザ経由でトレーナーがあなたの前にいるかのようにトレーニングを行い、あなたの PC にもアクセスすることができます。3つ目は e ラーニングの方法です。ポータルサイトで事前に録画されたコンテンツがポータルサイトに保管され、トレーニングルームで学ぶのと同じ内容のトレーニングをあなたの都合のいい時間に好きな場所で受けることができます。我々は世界に広がる多くの人々がソフトウェアを効率的に使えるようにしていきたいのです。